いんですけど、今日は原子力潜水艦 CB 号モノクロ、全32話のお話をしてます。こういうカラー版の、原子力潜水艦 CB 号海底科学作戦もあるんですけれども、これは、また別にお話ししますね。モノクロ版の、原子力潜水艦 CB 号は、海底科学作戦と違いまして、声が一部違います。ネルソン提督役のリチャード・ベースハートは、黒沢亮さん、同じですね。で、クレイン艦長のデビッド・ヘデソンは、田口圭さん。海底科学作戦は納谷五郎さんでした。で、モートン副長のボブ・ドーウェルは、原子力潜水艦 CB 号では、相川欣也さん。海底科学作戦は二瓶秀夫さんですね。で、名古屋では1964年、私が小学校1年生の時に放映されました。秋からですね。で、最初は月曜日の、夜の11時台だったと思うんですけれども、まあ調べた時はちゃんとその記憶もあったので、それで中日新聞をチェックしましたけれども、月曜日から途中から、水曜日に変わりました。水曜日は時間が遅くなって11時台になりましたね。で、名古屋テレビで放映されました。で、最初から私は第1話から見てたわけじゃなくって、私が見た回は、円盤不時着数、いわゆる円盤が不時着 して海底に潜んでいるところで、CB 号が向かっていって、まあ動けなくなった円盤の宇宙人と、ネルソン提督とかクレイン艦長がコンタクトに向かうんですけれども、ネルソン提督が向かうと、宇宙人もネルソン提督の顔をしていたという。で、まあいろいろ話をして、でクレインが行くとクレインの顔になってて、で去っていくと宇宙人の姿になってたという、そういうのを覚えてましたね。まあ後に大学時代に、輸入物を見たもんで、記憶は修正できましたけども、名古屋テレビは放映順が、現在の放映順、USA の放映順とは違ってちょっとバラバラでした。ただ、私が見始めてから突筆すべきことは、科学物というか怪獣が登場しないものがあれば、北極海の大生物という大凧が登場する回と、その次が電磁石が出てきて、CB 号がずっと引っ張られてって上で陰謀団と戦う。電磁石の時も陰謀団と最後戦うんですけれどもね。で、孤島の大恐竜は、南極の奥地にある、失われた世界、そこに、そこから戻ってきたニック・アダムス青年に、引っ張られが恐竜を見たという話をすることによって現地へ行くんですけれども、当時見た時はすごいトリケラトプスとか、ステゴサウルスの、すごく動きがいいものが出てきているからすごいなと思ったんですけど、後に失われた世界とか、科学作戦とかを見てると、同じシーンが登場するので、使い回しだなっていうのが分かるんですけれども、
まあ、まあ一番元は失われた世界ロストワールドの、アーウィン・アレンの制作したもので、で、この孤島の大恐竜にも失われた世界と同じように現地の人を追っかけてく、デビッド・ヘデソンがいるんですけど、このシーンが失われた世界のマローンを演じてたデビッド・ヘデソンのシーンをそのまま使ってましたね。で、まあほとんど同じ、水から出てくる恐竜とか、これは大学時代に見直した時に思ってて、まあ後にパイオニアのレーザーディスクになったんですけども、でプランクトンの話、地球 SOS でしたね。でダブルスパイの話、これは姉から二重スパイの意味だよってことを教えてもらって、覚えたです。で第一シリーズは東京では、NH、 名古屋では名古屋テレビ、これがモノクロ版ですね。で第二シリーズは、海底科学作戦として東京では東京12チャンネル、名古屋では、CBC、 ちょっと1年ぐらい遅れたんですかね。最初は土曜日の3時、15時から放映してて、途中から17時に移動しました。で、私は第2シリーズカラー版を見てから、第1シリーズも見てたもんですから、第1シリーズのは良かったな、良かったなというのを言って、全然再放送もしなかったもんで、まあ、第1シリーズは、大学時代に、堺の図書館で見た記憶を頼りに、中日新聞の縮刷版でもマイクロフィルム版でもなく、当時は原本そのまま置いてあったので、それで32話分のタイトルを、調べましたね。で「独断と偏見」というまあ同人誌に、掲載しました。でその後1982年頃に USA で録画されたノンスーパーというか言語版ですね、全話を、入手することができたので、ベータですね。でそれで全話視聴して、1990年代後半にパイオニアのレーザーディスクが発売されて、それを購入しました。まあパイオニア版はモノクロ版に関しては字幕スーパー版ですね。ちなみにまあこれは東京12チャンネル版で放映されたやつなので、セリフが日本語で入ってますね。一部原版のところもありますけれども、日本語に翻訳されてます。であとは思い出としては、高校生の頃に草原文庫のショードアースタージョンの、SF 小説として、地球の危機がと源泉周遊号のなんとかと、もう一冊あったんだけど二冊とも買って読みましたね。あれも高校生の時だったから、で高校生の頃にゴールデン洋画劇場で地球の危機が2回ぐらい放映されたんですけれども、でこれは割と、ショーダースタージョンがノベライズしたものの現場になってて、アウィン・アレンが、脚本監督制作を全部担当されてて、ネルソン提督役とか、クレーン艦長役はちょっと別の人が、テレビシリーズとは別の人がやってましたけれども、クレーン艦長の声を田口圭さんがされてたんで、あ、通じるものがあるな。でクレーン艦長のデビッド・ヘデソンの前、
1963年に日本で放映されたあのスパイという20世紀フォックスが制作したシリーズものがあるんですけれども、日本版ではこのスパイの主役の時のデビッド・ヘディソンの声も田口圭さんがされていました。そういう意味でつながりはありましたね。はい、で、源泉周遊号の、第1話の地球の危機と、人類 SOS だけ、プランクトンの話だけこの間見直したんですけれども、またその解説は、別途させていただきます。